あなただったんだ。また会ったね。ごめん、今はおしゃべりしてる暇がないの。うん、もう何日もよく眠れてないんだ。本当は知恵の殿堂で資料を調べようと思ってたけど、読めば読むほど自分の論文には不足しているところが多いって気づいちゃった。もう書稿を書き終えてなきゃいけない時間なのに、まだ3分の1しか書けてない。遅すぎるよ。今は調べ物には変わりないよ。諦めるわけにはいかないでしょ。私って研究の才能がないのかも。最初から教練院に来るべきじゃなかったんだ。指導教員にも同級生にも迷惑をかけちゃって、早めに先生に打ち明けて他の同級生に力を入れてもらうよう説得しようかな。うん、やっぱりなし。そんな度胸ないし、何より悔しいもの。実を言うと、ここ数日一睡もしてないの。論文がめちゃくちゃなままだって思うと、いても立ってもいられなくて、眠くて集中できないし、かといって真面目に研究したり考え事もできない。まさに悪循環だよ。周りの同級生を見るとみんな天才ばっかりで、学習も理解も早いんだ。私にはそんな才能ないの。助けてくれる人がいなかったら、もうとっくに退学を命じられてたよ。もしそうなら、とっくに実家に逃げてたよ。賢者に狙われるなんて、考えただけで怖すぎる。ちょっとおかしな話かもしれないけど、それが何者なのかわからないの。人間かどうかすら私には確信がないんだ。いつも寝不足だから、緊張しすぎるといきなりめまいがして、そのまま気を失っちゃうこともあって。うん、でも気がついたら悩んでたことが全部解決されてるんだ。宿題も時間通りに完成してるし、論文も綺麗にまとめられてて、ミス一つないの。それにお花の水やりとか洗濯もしてくれて、壊れた写真機まで直してくれたり。どういうことかわからないけど、一応この現象を星空の祝福って呼んでるんだ。お星様が研究を頑張ったご褒美にやってくれたのかも、なんて。そんなわけないよね。はあ、でもずっとこの不思議な現象に頼るなら、私が教練院で勉強する必要がなくなっちゃう。一歩一歩着実に成長していかなくちゃ。そうやって初めてお父さんお母さん親友たちの期待に応えられるの。いけない、おしゃべりしてる暇なんてないのに。はあ、論文が進まない。このままだと知恵の洗礼の力に頼るしかないよ。それは物事には優先順位があるし、塩水は金貨を救わずって言うでしょ。ごめん、言い訳だよね。でも知恵の洗礼はとてもすごいの。知らないことなんてなくて何でも教えてくれる。助けが必要な時は質問を書き留めれば、しばらくすると返信が返ってくるんだ。うん、
誰もその正体はわからない。知恵の洗礼というのはあくまで伝説の中の名前なの。返答が来るかどうかは完全にそれの気分次第。たまに答えになってないものが返ってきたり、いたずらしたりもする。もしそれが学者ならそんなことはしないよね。でも今は助けてくれることを願うしか。あれは今回も来てくれるっていう保証はないから、希望を全部託すなんてとてもできないよ。他の伝説を試してみるのは何もしないよりマシでしょ。あなたも来てくれるの？時間は大丈夫？ごめんなさい。あなたって優しいね。それじゃあ行ってみようか。質問はもう用意してあるんだ。洗礼の力で無事に乗り越えられたらいいな。知恵の伝道に関する伝説はいろいろあるけど、知恵の洗礼は最近かなり人気なものの一つなんだ。歴史は長くないけど、現れてから一気に広まって洗礼の変身が来たという人が続出したの。きっと助けてくれるよ。知恵の伝道で変なことをしたら出ていくようにお願いされちゃうよ。なんなら追い出されちゃうかもしれないけど、誰かに聞いてみよう。もっと詳しい手がかりがあるといいんだけど。すみません、知恵の洗礼について聞いたことはありますか？私に聞いて正解だ。この間その伝説を耳にしてちょっと試してみたいと思ってな。星の明暗についての質問をしたんだ。そしたら2日後返答が来たんだよ。それも2ページ分な。内容は詳細で正確、資料を調べる時間が省けたよ。本当ですか？ああ、だから数日前また質問を書いて持ってきたんだが、今日の今日までまだ返信は来ていない。私が聞いたのとほぼ同じだね。もし質問に答えてくれなかったら、こっちは待ってる時間なんてないよ。とにかくどんな風に質問すればいいんでしょうか？教えてもらえませんか？簡単さ。あっちの本棚から理論先生学か先生実例検索という本を探してみてくれ。あ、その場所は知ってます。うちの学院ではどっちもよく読まれてる実用書だから。それだ。質問したいことを手紙に書いて宛名に知恵の洗礼と書けばいい。そして手紙を本に挟むんだ。数日して戻ってきて封筒に赤い印象が押されていたら、それが洗礼の返信ってわけだ。印象がなければ洗礼は答えたくないということだな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ質問を書いてくるね。相手にしてくれるといいけど。やっと質問を本に挟んだよ。待ちましょう。洗礼に時間をあげないと。明日は時間通りに来るけど、用事があるなら付き合ってもらわなくてもいいよ。そう、ありがとう。本当にごめんね。じゃあ明日またここで会いましょう。いい結果が出るといいな。昨日の手紙を見てみるね。どうかうまくいきますように。うまくいきますように。あ、本当に封筒に赤い印象が押されてる。洗礼が答えてくれたんだ。やった、よかった。
これで目の前の危機を乗り越えられる。洗礼には感謝してもしきれないよ。どれどれ、お手紙ありがとう。質問には回答したけど、君の動機が不純だから直接手紙には書いてない。動機が不純？私が？なんで？論文は独立した思考によって完成されなければならない。だけど君は私の知識を利用して最も重要な部分を補おうとしてる。それは間違ってる。でも締め切りがもう迫ってきてるし、すでに完成している部分はなかなか価値がある。だから手を貸す。質問の答えをある場所に隠してる。残したヒントをもとに探して、それを考えて探す過程こそが知識を得るための代償だと思ってちょうだい。そんな、洗礼の言う通りだね。反論できないし、むしろちょっと後ろめたい気持ちになってる。でも時間はもうないし、どうしよう。ああ、どうしよう。うん、親切な人だって分かってたけど、ここまで優しいなんて。論文が無事に終わったらきっとお返しするね。じゃあ残されたヒントをよく研究してみましょう。2ページ目に書いてあるみたい。1つ目のヒントは知恵の道に隠されている。そそっかしい幼子はようやく世界の広さを見て、驚きながらも恐怖を感じた。この文章だけ？写真やマークすらないなんて、抽象的すぎるよ。知恵の道って何なの？幼子って誰？そうだね。自然な連想。じゃあ、知恵の道は、教霊院への道？待って、幼子、そして驚きと恐怖。なんだか分かったかも。かつて故郷を離れた時、数日かかってスメールシティにやってきたの。あの時は顔を上げて驚いた。スメールシティは写真で見たものより千倍も壮観で立派だったから。そして次の瞬間、ある考えが不意に湧いてきたの。恐怖、心配、どう形容してもいいんだけど、この一連のつながりが間違っていなければ、洗礼が行った場所は大体分かったよ。でもなんで私の考えをここまで知り尽くしているんだろう。一理あるね。私の出身や経験にはこれといって特筆すべきところはないから、誰しもみんな可能性はある。じゃあ行ってみましょう。この辺りのはずだね。当時はこの方角からスメールシティまで来たの。あれから随分経ったの。このところ家にも帰ってないし。いやいや、感傷に浸ってる場合じゃないよね。早く洗礼が残した手がかりを探さないと。確かにあの一言だけだとまだ足りないよね。仮に洗礼が私の経験と手がかりをわざと関連付けたというのなら、ちょっと思うところがあるの。うん、ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時はこれからの生活に対する期待と心配で胸がいっぱいで、ついスメールシティに見入っちゃった。それで不用心にもパンサーの尻尾を踏んじゃったの。あの子はぐっすり眠ってたから気がつかなくて、踏まれて飛び上がったから
私はびっくりして前へ逃げ出したの。結局近くで寝てたのはあの一匹だけじゃなくて、足が遅い私は何度も噛まれそうになった。幸いエルマイト旅団の人が叫び声を聞いてパンサーを追い払ってくれたの。うん、それで落ち着いたらお母さんがくれたお守りがないことに気づいた。それはすごく大切にしてて、大事な出来事があるたびに身につけるようにしてたの。教練員の人が村で選抜試験を行った時もそうだった。お守りをカバンに入れたか何度も確認したんだ。その存在を感じているととても緊張がほぐれるな。スメールシティでも変わらず支えてくれると思ってたけど、結局入学手続きもしてないうちになくしちゃうなんて。うん、睡眠障害になったのはそれからで、毎日寝る時間がだんだん少なくなっていったの。お守りをなくしたのは明らかに良くない兆しだったね。あ、ごめんね、また私だけ喋っちゃった。何の話だったっけ。あ、そうそう、洗礼の動機。つまり言いたかったのは、あの時パンサーに襲われた場所に行ってみましょうってこと。もし洗礼が過去を思い出させようとしてるなら、手がかりを特別な場所に置くのが一番合理的だと思うの。その手がかりまでパンサーに食べられてなければだけど、それもそうだね、行ってみないとわからないよね。ここら辺だと思う。やっぱりここだった。あからさまに置いてあるのは洗礼の考えが私の推測とほぼ一致してる証拠だね。それはどうなんだろう。どうしたらこんなに細かく知ることができるのかな。あんまり人に教えたことないんだけど、どこかに隠れてこっちを見てたりしないよね。怖い。はあ、とにかく見つけたんだから早速確認しましょう。最初の失敗を忘れていないようだね。ほら、やっぱり何でも知ってるんだ。どういうことなのか全くわからない。伝説なんて言われるのも納得だよ。続きを読んでみましょう。二つ目の手がかりを空と水の間に置いた。答えは星々の中にあったようだが、最後にはどうでもいいところへと流された。予想通り、また私と関係があることだね。ここまでのルールに照らすと、今回のヒントの場所も私の経験と関係があるはずだよ。ルタワヒスト学院の多くの研究は星空と関係している。私も論文を書くときはよく野外で先生の資料を集めてた。そして、はあ、簡単に言うとまた忘れられない大失敗があったんだ。仕方ないよ、この世には仕方なくやらなきゃいけないことがたくさんあるんだから。さあ行きましょう。こんな調子じゃ説得力がないかもしれないけど、外に出たらいつもより元気になった気がするよ。着いた。あそこだよ。入学して初めて野外観測をした場所なんだ。学院から設備を借りて天気のいい日にここに来たの。準備は万端で、きっといいデータが取れると思ったんだけど、設備は重かったし、土が滑りやすくなってて、柔らかいところがあるのに
気づかなかった。設備をセットしたら急に地面がへこんで設備がグラグラし始めたの。慌てて支えようとしたけど、結局もう一つの設備につまずいてドボンって水に落ちたんだ。私と設備、それにもろもろ、私ってドジだよね。気を使ってくれてありがとう。私が自分でそれを言ったらただの言い訳になっちゃうから、これも悪循環の一つだね。寝不足なほどミスをするし、そのミスで余計眠れなくなる。大した問題はなかったよ。ちょっと骨折しただけ。ビマリスタンでしばらく休んだの。でも壊れた設備を弁償するために随分かかっちゃって、眠れなくなった時はバイトをするようにして、ようやくモラを全部返済したんだ。バレた。仕方ないよ。学業と債務、二つのプレッシャーを背負ってて、それを家の人にも言えなかったんだから。私はみんなに期待されてる。いい学生なの。若くして教令院に合格して、すごく立派だって。考えたよ。いっそ勉強をやめて、家でもじゃもじゃダジューの世話でもしようかなって。でも、それはちょっと恥ずかしくて。メンツがってことじゃなくて。ただ、自分にがっかりするというか、今まで歩んできた道は、全部自分の選択なんだから。壁にぶつかったり、転んだりしたけど、自分の力で歩いてきたの。勉強でも大きな問題はなかったし、借金も返済できた。ごめん、ちょっと大げさだったかな。誰かのお世話になってるかもわからないのに、自分の力だなんて。だから知られちゃダメなの。完全にスメールシティでの生活に慣れた暁には、立派な姿をお父さんとお母さんに見せるんだ。そんな日が、いつか来るといいけどね。よし。引き続き手がかりを探しましょう。この辺にあるはずだよ。水に流された先の、どうでもいいところ。どうでもいいところはこの辺りかも。はあ、ここだ。ここだよ。濡れてなくてよかった。文字が滲んじゃってたらどうしようかと思った。どうでもいいものは見つかった。見つけたよ。見つけたってば。そうじゃなきゃこれを読んでないでしょ。もう、三つ目の手がかりは、十字のない十字路に置いた。左へ向かっても、右へ向かってもいい。でも私にとっては、逆にはっきりしてきたよ。メッセージを読む前から、このことじゃないかって予感がしてた。順番的にも、悔しさの程度から言っても、このことだって。普通、嫌がらせってこんな手の込んだことをするの？よくわからないけど。とにかく、案内するよ。話はそこについてからね。十字路と言ったら、真っ先にここが思いついたよ。あの時は、星象観測をしにここへ来たの。教令院の生活にも慣れてきたと思い込んでたし、来る途中も順調だった。でも機械をセットしてたら、周りから変な声がして。見に行ったら、
悪い人が強盗を働いていたの。強盗団は人数が多くて、強盗に遭った一家は無力だった。逃げるという選択肢は取れなさそうだし、モラを渡しても済まないかもしれなかった。何とも言えない。あの時はすでに神の目を持ってた。神の目を持つことができるのは、理屈から言えばすごい人だからでしょ。放蕩団が相手でも私は追い払うことができたはずだった。でもあの時は元素力を使って戦うことに慣れてなくて、それに怖かった。力があったとして普通の人と大して違わないと思ってたの。それから逃げたの。道に沿ってひたすらスメールシティまで助けを呼ぶために。最終的に途中で会った冒険者たちを呼んでここに戻った。でもすごく時間がかかってしまったせいで、放蕩団も強盗に会ってた一家もどこへ行ったかわからなくなってた。金品だけを奪われたのか、それとももっとひどい目に遭ったか、それさえわからなかった。スメールシティに来てからたくさん失敗をしてきたけど、あの時だけはどうしても悔しくて、その場に座り込んで泣いちゃった。手を出せばよかったって。もっと私が勇敢だったら結果は違ったのかなって。慰めてくれてありがとう。でもどうしてもそう考えずにはいられないの。洗礼が言ってたよね。後戻りは選択肢になってはならない。でもいざ難題に直面するといつも逃げ出したいって思っちゃうの。でも論文はどうしよう。洗礼の答えはまだ見つかっていないのに。ごめん、迷惑かけたね。うん、実は体力はあまりなくて、今までずっと気を張ってたから体がだいぶ疲れてるみたい。本当にごめんね。ここにしましょう。もう歩けない。うん、ここで待ってるよ。どこにも行かないから。こんなことまでさせちゃって本当にごめんなさい。私がもっと役に立てれば。ごめん、やっぱりダメだね。ずっと謝ってばかり。まずは気持ちを整理するよ。ずっと気が重くなるようなことばかり思い返してたから。精神状態が良くなくてもやるべきことは続けなきゃ。このまま落ち込んでても時間の無駄だよ。あっ、後ろに気をつけて。魔物だよ。しかもたくさん。いつの間に集まってきたの。ううん、私も戦う。手伝いたいの。ただ見てるだけじゃなくて。安心して、自分のことはちゃんと守れるから。悔しい思いをしたことをまた繰り返したくないの。これは今日の旅で学んだ一番大事なことだよ。手を出すべき時に出して、全力を尽くすべき時に尽くす。運命はすれ違ってしまったらもう取り戻せないものだから。行きましょう、あいつらを倒しに。いや、はっ、うん、はっ、せい、いや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 、せい、さ、無我の境地。
そこ、極寒、私の意のままに。ないとダメだね。ちょっと動いただけで息が切れるなんて恥ずかしいな。こういう時つい「もちろん大丈夫」って言っちゃうの。顔色が悪いのは寝不足のせいで、戦いが激しかったからじゃないって。でもあなたにはバレちゃうよね。確かに私は弱ってる、これはごまかせない。でも迷惑をかけずに済んで嬉しく思っているの。褒められちゃった。毎日あるようなことじゃないよ。体は弱いけど根性だけはあるから。しばらく休めば大丈夫。回復するまでもうちょっとだけ付き合ってくれない？ちょっとでいいな。そうだね、ますます引き下がるわけにはいかない。私は落ち着いてきたから、近くの手がかりを探してみましょう。多分この辺りだよ。近くを探してみましょう。裁きの雷。はっ、やっぱりここだった。とっくに用意されてる。今度は何だろう。どんなことだったとしても覚悟はできてる。え、これは写真？うん、この家はリマラ村かな。ここに行けということなの？私が経験したこととこの場所の関係性がわからないよ。リマラ村には一回しか行ったことないし、特別なこともなかった。でもとにかく行かないと答えはわからないよね。ありがとう。大丈夫だよ。無理することについては経験豊富なの。度が過ぎないように注意するね。確かにここで間違いないみたい。周りは異常なし。出迎えとかがあるわけじゃないの？それとも戸を叩いてほしいのかな？もし勘違いだったらまずいよね。ありがとう。こんなんじゃダメだよね。立ち止まって考えるより時には前へ進まないと。こんにちは、どなたかいませんか？はいはい、ただいま。おや、これはこれはレイラじゃないか。今日は暇があって来てくれたのか？私のことを知ってるの？何かの冗談か。知らないわけがないだろう。
こっちは友達か、それとも同級生？友達なの。私たちは論文のことで悩んでて、ちょうどここを通りかかって。私だってわからないよ。唐突すぎてどこから話せばいいのか。この人はあの時砲塔団に襲われていた人なの。一目でわかったよ。でも私がしたことを彼は知らないはずだもの。私のことすら知らないかもしれない。あれは強盗事件より前のことだったし、あの時はただ通りかかっただけだよ。会ったことがあるとしても、強盗事件が起きた時は私に気づいてなかったはずだけど。どうしたんだ？ごめんなさい。せっかく歓迎してくれてるけど、私どうやってあなたと知り合ったか覚えていないの。なんだ、さっきのは冗談じゃなかったんだな。じゃあ以前野外で俺たち一家が砲塔団の強盗に会ったことは覚えてるか？うん。でもあの時は助けてあげられなかったはずじゃ。まさか、前に会った時に自分で教えてくれたんじゃないか。あの時は砲塔団に囲まれてどうしたらいいかわからなかった。そんな時遠くから騒がしい声が聞こえてきたんだ。砲塔団の連中は耳ざといからな、不利な状況と見たのかすぐに逃げたんだよ。荷物も持って行かずにな。どういうことかわからなかったが、砲塔団が逃げたのは幸いだった。俺もすぐに嫁さんと子供を連れてあそこを離れたよ。なるほど、無事だったんだね。よかった。最初は冒険者たちが通りかかっただけかと思ってたが、その後お前がことの経緯を教えてくれたろ。お前が俺たちを見つけて助けを呼んでくれたと。本当に大したもんだ。冷静に考えて危ない状況でも取り乱したりしなかったんだからな。神の目を持っているお前相手なら砲塔団の連中もかなわなかったかもしれない。だがあんまり追い込んだら俺と家族に矛先が向くってことも分かっていた。そんなとんでもない。もっと早く手を出せばよかったって後悔してたの。ちなみに前に私が来たというのはいつ？あんまり記憶がなくて。うん、ちょっと前だったかな。そんなに経ってないと思うが詳しくは覚えてない。どうした？まだ思い出せないのか？うん、ごめんなさい。こんなに教えてもらったけどまだ思い出せないの。多分精神的なストレスが大きすぎるせいかな。あの時は俺ん家で飯を食って子供とも遊んでたぜ。写真でも撮ってればよかったんだが。おっと、そうだ、あの時うちにカバンを忘れてったじゃないか。あれを見れば思い出すはずだ。ちょっと待っててくれ、持ってくるから。カバン？私そんなものを？これって私がなくしたお母さんからもらったお守り。うん、間違いない。お母さんの手作りだからこの世にたった一つしかないの。それに手紙も。これ私が出そうとしてたのかな。宛先はレイラ？いやいや、誓ってそんな習慣はないよ。ただ、はあ、わけがわからないけどとりあえず読んでみましょう。こんにちは、レイラ。先霊が残したヒントを頼りにここまで追ってくるなんてお疲れ様。自制するのもいいけど、厳しくしすぎるのはかえって自分を傷つけるだけだよ。人は皆失敗を経験する。自制は失敗の苦しみをかみしめるためじゃなくて次の成功のためにあるんだよ。この手紙を読んでるって
ってことは第一歩を踏み出したってこと。手紙の裏に今回の論文の核心となる内容を書いといた。実は君がもう完成させてたんだけど、洗練されたまとめがないから説得力がないように見えただけ。今回の旅が君の人生に啓発をもたらさんことを。勇敢に前へ進み、期待に応えられるよう祈っている。君を見守っている。知恵の洗礼より。失敗しちゃったのかと思った。頑張ったことが無意味だったかもって思っちゃった。いたずらじゃなかったんだね。わからない。多分意識を失ってる間に無憂状態でここに来たのかも。私が無憂してる時の噂を聞いたことがあるから、そう推測しただけだけど、果たして私が知恵の洗礼なのか、それとも無憂状態の私が洗礼に導かれたのか、それはわからないけど、会いたいって返信してみる。それで反応を見てみるよ。今回は全てが分かったわけじゃないけど、もう十分だよ。あなたが励ましてくれなかったら、私一人だったら途中で教練員に逃げ帰っちゃってここまで来れなかったかも。諦めなければ必ず収穫はあるね。何があったのか知らないが、いいことだったんだよな。うん、とてもいいことだったし、すごく勉強になった。そんじゃせっかくだし一緒に飯でもどうだ。もう用意はできてるぜ。え、それは。大丈夫だ、遠慮するなって。友達も一緒にな。悩み事があるなら飯の後にしとけ。リラックスして英気を養わないと次の挑戦には立ち向かえないぞ。そうだな。うん、ありがとう。私元気を出すよ。うん、あなたの言う通りかも。こんな回りくどい方法で答えを教えてくるのはやっぱり不自然だよ。洗礼にいたずらされた人は皆洗礼を怒らせたんだって聞いたことがあるけど、つまり洗礼は実はすごく真面目な人なんだ。人かどうかは置いといて。そうだね、時間がどんどんなくなっていっちゃう。もっと絶望的だよ。はあ、でもどうしよう。洗礼は常に影に隠れて主導権を握ってくる。探し出して面と向かって聞いてみるわけにもいかないし。え、冗談だよ、本気にしないで。相手は洗礼だよ。伝説では神出鬼没で無数の分身を持っているんだって。見つけたとしても頭に星を落とされちゃうかもしれないよ。ごめん、ちょっと取り乱しちゃった。レイラ、落ち着いて、よく考えてみよう。相手がもし人間だったら、その行動はきっと追跡できるはず。そして今は2つの手がかりがある。一つはこの2冊の本の貸し出し状況、もう一つはあの赤い印象。赤い印象はルタワヒスト学院のマークで、使う人も多いし調べるのは難しい。だからまずは貸し出し状況について調べるべきだと思う。じゃあ聞き込みに行きましょう。ついでに知恵の殿堂にいる他の人にも知恵の洗礼に関する手がかりを聞いてみよう。
こんにちは。知恵の洗礼の伝説について聞いたことがありますか？私がそんなつまらないことに興味がある学生に見えますか？ごめんなさい。ただ聞いただけで。まあ、手がかりはありますが。それと私の質問がどう関係しているというんです？私はただ知恵の伝道で暇つぶしをしている劣等生として人目に映りたくないだけなのです。劣等生が暇つぶしで知恵の伝道になんて来ないよね。あ、なんでもないです。続けてください。私はずっとここにいるんですが、一つ変なことに気づいたのです。午前0時頃、空から黒い影がドーンと知恵の殿堂の真ん中に降り立ったんですよ。その時はちょっとうとうとしていましたが、一気に目が覚めました。とりあえず体を起こして状況を確認しようとしたんです。それで?すると、あの黒い影は想像もできない速さで私の後ろに回り込んできまして、振り返ろうとした途端、私は気を失ってしまいました。ええ、あの速さは常識を超えていました。ですから本当に見たのか、寝ぼけていたのか、定かではないのですが、最近はみんな洗礼の件で騒いでいますから、これも手がかりになるかもしれません。ちょっと質問なんですけど、知恵の殿堂にはちゃんとした出入り口がありますよね？ええ、まあ、あの時は閉館してましたからね。知恵の殿堂だってたまにはメンテナンスをする時がありますよ。なるほど、わかりました。って変じゃないですか？閉館してるのにどうしてあなたはそこにいたんですか？驚くほどのことではありません。読書を継続するために閉館前にどこかに隠れるのはごく基本的なやり方ではないでしょうか？わかりました。手がかりをありがとうございます。メモしておきますね。役に立つかどうかわからないけど。ええ、どういたしまして。こんにちは。あの、知恵の洗礼のことは知ってる？もちろんだわ。この件はずっと調べてるの。ただ真実を知るには肝心な情報が足りないのよ。あなたたちも一緒に考えてちょうだい。うん、できることはする。簡単に言うと、知恵の洗礼にはいくつかの特徴があるの。力持ちで十数冊の本に先制設備を4つ5つ背負って走っても何ともない。運動神経が高くていつも一直線に進む。そこに壁があれば越えていくし、川があれば渡る。その勢いは何にも止められないの。おまけに奇妙な能力もあるらしくて、鋼の肉体を持っていて傷つかないとか、水を氷にしたり流星を召喚したりすることもできるとか。それって人間なの？まあ伝説なんだし、当然ロマンはあってしかるべきよね。でもこれは私の作り話じゃないのよ。全てちゃんとした目撃者がいるの。こういった事例は少なくないわ。チャトラカム洞窟やアビディアの森、スメールシティの南にある滝でも見かけたって。その顔を見た人はいるの？どんな人かとか。それがないのよね。誰も近づくことはできなかったし、向こうも人前に出ることを拒んでるみたい。わかるけどね、もし私がこの伝説の人物だったら、同じようにミステリアスなままでいたいって思うもの。あなたたちはどう思う？新しい目撃情報とかある？ううん、想像を絶する新情報を消化するのに時間が必要みたい。問題ないわ。何か進捗があったらぜひ教えてちょうだい。あなたたちも真実を解明していく楽しさがじきにわかると思うわ。ごきげんよう。ご用件は何でしょう？ルタワヒスト学院の学生です。実用書の理論生成学と
先生実例検索の貸し出し状況を調べたくて。あら、あなたたちもメイロン派の知恵の洗礼の伝説を調べにいらしたんですの？もって、あ、そうですよね。人気の伝説ですし、調べる人がいない方がおかしいですよね。ええ、私もすごく気になってるんですのよ。でも残念なことに価値のある情報はまだなくて。あなたもメイロン派の学生ならご存知のはずですわ。多くの研究がこの2冊の本の内容と関係していますから。どのコピーも頻繁に貸し出されていますの。でも私が確認した限り、異常な錯乱があった形跡はありませんわ。まさか洗礼は気づかれずにこの2冊を持ち出したり戻したりできるとか。その可能性は低いですわね。まず知恵の伝道は書籍を厳重に管理していますの。貸し借りがあれば必ず履歴が残りますのよ。次に、たとえ何らかの方法で本を持ち出せたとしても、その間に誰もこの2冊を借りに来ないという保証はありませんわ。本がなくなっているとか、あるいは在庫が合わないとか、何かしらあって必ず気づくはずですわよ。人気のない本ならまだそんなこともできたかもしれませんけど。なるほど、わかりました。ありがとうございます。この2点を結びつけたら洗礼の正体が推測できるかも。みんな価値のある情報をたくさん提供してくれたね。整理してみましょう。わかりやすいものもあれば、信じられないようなものもある。うん、やってみるね。ちょっと待ってて、レイラ。落ち着いて。手がかりは錯綜してるけど、あなたならできるよ。まず既存の手がかりから洗礼の身分を連想しよう。次にその行動の軌跡と動機を分析して、最後にさっきの推論と結びつければその行動戦略がわかるはず。うん、この考え方でやってみよう。それは閉館中の知恵の殿堂に潜入したことがある。書籍の管理は厳重、貸し借りの履歴は必ず残る。それには不思議な能力がある。それはチャトラカム洞窟やアビディアの森、スメールシティの南にある滝に行ったことがある。印象のことを考えると、多分ルタワヒスト学院の学生だよね。この二つの情報、この二つの、この二つの、なるほど。うん、まずカタユンさんが提供してくれた情報から、洗礼の正体はルタワヒスト学院の学生だってことが分かった。外部の人間である可能性はほぼ排除できる。なぜなら管理者に知られずにあの2冊の本を持ち出すことはできないから。次に、不思議な超能力のことは一旦置いておいて、目撃された場所は全て私たちの学院が星象観測の地点として推奨しているところなの。つまり洗礼は研究をしてて、しかもその内容は私と似てる。私が出した質問は簡単なものじゃないのに、その日のうちに返信してくれた。似たような予備知識を把握してる証拠だよ。それならこの推測をもとに星象観測の地点で洗礼を待てばいいと思うの。褒めすぎだよ。
実はもっと別の理由があるの。今までずっと考えていた推測がね。でもそれは重要じゃない。とりあえず行ってみましょう。手がかりがあるとはいえ、結論が出るかどうかはまだわからないから。どうしてそう思うのかは洗礼が来なかったら教えてあげる。今日の天気は観測に向いてる。洗礼が来るかどうか見てみましょう。正直、不確かなことのために一晩中待つなんて贅沢だよね。でもこれに頼るしかないんだから仕方ない。眠くなったらちょっと寝てもいいよ。どうせ眠れないから私が見張ってる。ありがとう。先生の知識を教えてあげるよ。聞いてくれるならの話だけど。やっぱり来なかったね。人間どころか夜行性の動物さえあんまり見かけないなんて。いくら確証があっても理にかなっていても私が起きている限り何も起こらない。その二つにあまり違いはないのかも。言ったでしょ、私にはひどい睡眠障害があるの。その一方で私が無遊してるって噂もたくさんある。意識のない状態で何をしてたのか調べようとしたけど、ずっと決定的な証拠がなくて、何かが私の知らないうちに動いて全ての手がかりを隠してるの。あれは私自身かもしれないし、そうじゃないかもしれない。結論は出せないよ。今回の洗礼だって私自身の可能性はある。でもそれがどうしたの？あれが助けてくれるの？あれは何を考えてるの？私には何もわからない。助けてくれるの？真実がわかればもちろんそれが一番いいけど、でも無理だよ。ずっと避けられてるんだもの、私に知られないように。たとえあなたがいても同じだよ。どうしたの？うん、そうだね。この一晩があれば論文も結構進んだはずなのに。はあ、考えたらお腹が痛くなってきた。もうやめて。ますます自分がバカに思えてきた。レイラ、一体何をやってたの？あなたの考えは誰が聞いてもおかしかったよ。もうダメだ。ごめん、ぼーっとしてた。どこまで話したっけ？どうしたの？思い詰めた顔して。ん？何の話？もう一人って？私はレイラだよ。はあ、まあ私のことを待ってたみたいだし、とぼけても無駄だよね。悪気があったわけじゃないし、質問にも答えるから、まず君が誰か教えてもらってもいいかな？うん、わかった。私のメッセージを頼りにここまで来て、私、あるいは洗礼が現れるのを待ってたわけね。これは君のアイデア？それとも。なるほど、あの子の分析能力はいつだって優秀だからね。もっと自信を持てばいいのに。はい、私の質問は以上。
ここからは君の質問タイム。うん、不本意ながらあの子の論文を完成させるついでに悩んでる同級生を数人助けただけよ。あの子、教練員にあんまり友達がいないでしょ。彼女に助けられたってみんなが気づいたら、あの子も社交的になる第一歩を踏み出せるんじゃないかって。そういう点ではあんまり役に立たなかったけど、逆に洗礼の伝説はますます流行ってきてる。でも大丈夫よ。誰が本気で質問してて誰がサボろうとしているかは見ればわかるから。私が自由に動ける時間は多くないんだから、それを無駄にしようとする人は懲らしめてやらないと。人を助けたいけどダメにはしたくないの。知恵の殿堂に忍び込む羽目になるなんてね。あの子、重要な本を借り忘れてて。ちょうど知恵の殿堂は閉まってた上に締め切りまで数日しかなかった。だから30人団の注意を引かないよう簡単な鍵縄を使ってこっそり上から潜入したってわけ。でも学生がまだいるとは思わなくて眠ってもらっちゃった。はっきりした目撃情報を残しちゃったら正体を隠しきれなくなって私の存在があの子に知られちゃうでしょ。超能力の伝説についてもあれはただ論文を書く途中でやったことだよ。君も知ってるでしょ。時間が足りないんだから高い効率を維持しないといけないって。どう？これで全部分かったでしょ。ほら、あの子は情緒不安定だし、いつも自分のことを疑っているから、もう一人のレイラの方がよくできるって知ったら、あの子は自分のことなんてどうでもいいって思っちゃう。あの子に任せればいいんだ。いつも頼ってるし、あの子にやってもらえばいいよね。そうやって自暴自棄な発想に至るかもしれないでしょ。それは私のやりたいこととは真逆だよ。私があの子なんだから。レイラって名前には切っても切れない表と裏があるの。あの子の一番いいところは諦めないことだよ。あの子がそうあり続ける限りはいつか私の助けが必要なくなる日が来る。あの子が一人前になれるって私は信じてるから。あの子はとっくに鍵となるデータを得ていたの。ただうまく整理できなかっただけ。彼女の論文は私が代わりに完成させといてあげる。前みたいにね、私の情報は何も漏らさないで。この秘密は守っていきたいの。あの子のためにも私のためにも。私の、いえ、私たちのことを分かってくれてありがとう。あの子がもうすぐ目覚めるわ。ここでお別れね。もう会えないかもしれないけど、まあ大丈夫だよね。あれ？私気を失ったの？そう？無誘してなかった？きっとしてたよね。本当に？ううん、信じないよ。何か知ってるって顔をしてるもの。助けるって言ってくれたよね。どうして教えてくれないの？ねえ、お願い教えてよ。約束してくれたでしょ。あなたの言う通りだね。私やっぱり冷静じゃなかったかも。
もう無駄にしていい時間なんてないよね。でもこれからどうすれば。帰って荷物をまとめるわけにもいかないし、休む。締め切りが迫ってきてるのに休むなんて贅沢すぎない？うん、一理ある。私つい動転しちゃって。じゃあどうやって休めばいい？寝るのは無理だよ。目を閉じたら脳裏に考えが1万くらい浮かび上がってきて止まらなくなっちゃうから。いいね、コーヒーを飲めば目が覚めるかも。じゃあ早速行ってみましょう。ここにしましょう。コーヒーとお菓子を注文するね。思考を促進してくれるから。あ、いやいや、休憩しに来たんだし考え事は。あれ、レイラじゃない。え、レイラの同級生よ。見かけたから挨拶しようと思って。苦労してやっと目の前の論文を提出したから、みんなとここで打ち上げをしようって約束してたの。レイラはその余裕って感じの顔からするともうとっくに完成させたんでしょ？私はその悩んでるところで。いつもそう言って締め切り前に提出してるじゃない。しかも細かいところまで行き届いてて毎回先生に褒められてる。できない、わからない、焦ってるなんて言うけど全然そんなことないよね。それは私はこの子ったら全然協調性がないのよ。手伝ってもくれないし討論会にも参加しないの。毎回呼んであげてもなんか調子の悪そうな顔してさ。いつもあんな顔されてたら誰だって不愉快でしょ。この子がいないと本文が完成しないわけでもないしね。もうやめて、ごめんなさい。まあいいわ、これ以上言っても無駄だろうし、あんたがそう思ってるならそれでいいんじゃない。助けてくれてありがとう。みんなを手伝いたいけどいつも自分のことで手一杯で結局役に立てないんだ。うん、こういうのは同級生でも軽々しく言っちゃいけないと思うから、もし先生に告げ口されでもしたら。いつも誤解されてるけどどうしようもないの。そうやって変な目で見られるから友達もできなくて、あなたみたいに話しかけてくれる人は本当に少ないの。え？何のこと？はあ、確かにその通りだよ。分かってはいるんだけど、私生まれつきプレッシャーに弱くて、実家で期待してくれてる人がたくさんいるって思うとつい緊張しちゃって。緊張すればするほど環境は悪くなるでしょ。さっきのムニーラの言葉も今日一日は引きずりそうだし、またゆっくりできないね。徹底的にリラックス？もう十分徹底してる気がするけど。理屈はわかるけど、まあいいか。けどはもうやめよう。自分の判断を信じて生活がめちゃくちゃになっちゃったわけだし、今回はあなたの意見に従うよ。どうすれば徹底的にリラックスできるの？風景を見に行くか。うん、悪くないね。久しく教練院から離れていないもの。私にとって一番馴染みのあった雨林の風景も今はちょっとよくわからない感じになってきているしね。見に行ってみましょう。こういうところに来ると
息をするのも楽になる気がする。はあ、論文のことなんて全部忘れたいな、なんてね。そんなこと忘れられても一時だけだよね。これって現実逃避じゃないよね。正当な言い訳だね。いや、理由って言った方がいいかな。うん、これで私も堂々とできるよ。小さい頃からこの風景を見て育ってきたの。今こうして遠くを見ながらそよ風に吹かれてると、まるで子供の頃に戻ったみたい。あの時が一番楽しかったな。ね、仲のいい友達と森の中で野生の果物を取ってたの。ゲームで負けた人がそれを食べるんだよ。何でも拾ってきて、それを火を起こして焼いて。まあ、運次第かな。例えば、焼いたリンゴと夕暮れの実は美味しかったよ。わあ、いいね。久しくやってないよ。行きましょう。一番流行ってたのは、リンゴと、それにザイトゥン島だったな。もちろん焼いた魚も美味しかったよ。皮がジュージューって煙を立てて、油で火がどんどん大きくなるの。ただ、こっそり川を泳いで魚を捕まえてた時は、大人に見つかってすごくお説教された。ただ泳いでただけ、大丈夫だよなんて言ってたけど、今思えば確かに危なかったかもね。何もなくてよかった。見つけたのでもう十分かな。うん、これだけあれば大丈夫。いい匂い。やっぱり新鮮な食材は特別な香りがするね。ここで食材を洗ってるから、薪探しはあなたに任せたよ。食べ物はやっぱり美味しいね。昔に戻った気分だよ。小さい頃はみんなで森の中を走ったな。世界は木と泥の色だけだった。あの環境に慣れすぎたせいか、離れてからもしばらくは
森を走る感覚が忘れられなかったよ。あなたにもわかる？あの時は世界が変わるなんて知らなかったし、予想もしてなかったな。なんていうか、暖かかったの。結局、私は選抜試験に合格して、そんな生活は一瞬で終わった。後々、学院の教室に座って、授業中にぼーっと故郷の方を見てたら、久しく帰ってないなぁ、なんて思って。あ、もう戻れないんだって気づくのに、ちょっと時間がかかったよ。まだまだ慣れてないってことだよね。そうだね。過ぎたことはそのままに。これも成長の一つだね。だけど、たまに子供の頃の、何一つ心配なんてなかった暮らしを思い出すと、なんだか心が癒される気がして、離れると憧れてしまう。これが前へ進むってことなのかな。だからこれからは、目の前の一日一日を大切にしていきたいって思うの。順調に行くとは思えないけど。そうなるといいね。糖分と景色は人を落ち着かせてくれるね。結局のんびりなんてできなくて、論文のことばかり考えちゃうかと思ってたけど、今はこうしてみて、やっぱり効果があったと思うよ。次は何をしに行こうか。そうだね。研究は着実に進んでるし。じゃあ散歩しましょう。その方が楽しいよ。こんなに大きな湖があったんだ。綺麗。この冷たい水を浴びたら、悩みなんて全部洗い流せちゃいそうだよ。ちょっといいかな。顔を洗いたくて。そしたらすっきりするかも。え？泳ぐ？前に泳いだのはいつだったか、もう忘れちゃったよ。泳げなくなってるかも。じゃあ、やってみる。ダメだよ。そんなの絶対負けちゃう。まあ、負けてもいいか。楽しまないとね。もう始まってるの？負けた。冒険者に勝てるわけないよね。そうかな。小さい頃、みんなの中では割と運動神経がいい方だったんだ。でも、それは勉強の才能があるって思い込んでたのと同じで、故郷が狭すぎたからなんだよね。スメールシティに来てやっとわかった。それに、今はよく眠れないせいで、体力もますますなくなってきてるから、とても自慢なんてできないよ。やめてよ。そんなに励まされると、なんだか恥ずかしくなってきちゃった。でも、泳ぐっていいね。全身が伸びて気持ちいい。もし魚になったら、論文のことで悩まなくて済むかな。なんて冗談だよ。私が知らないだけで、魚になっても悩みはあるよね。だから、今に満足してるの。それじゃあ、引き続き進んでみましょう。ここにちょうどキノコがある。
弾力を利用して上へ行ってみない？久しくやってないからちょっとやってみたい。ずいぶん遠くまで来たね。でも全然時間が経った気がしないよ。むしろあっという間だった。毎日本や論文とにらめっこしてたから、生きることがこんなに楽しいなんて知らなかったよ。そうだね、いくら学業が大変でもたまには自分のことに気をかけて心の需要を満たさないと。あなたは私よりよくわかってるよね。発散。あ、わかった。山頂に来ると確かに叫びたくなるよね。でもそれはちょっと恥ずかしいような、さすがになんというか。わかった、やってみるよ。笑わないでね。興奮してた気持ちに体も気づいたみたい。小さい頃はいつもこんな風に楽しく過ごしてた。でもいつの間にかそれを忘れちゃってたんだね。もう遅いからここでしばらく休憩しましょう。星が出たら先生術の面白い話を教えてあげるよ。あ、聞きたくないなら日常生活のジョークでもいいよ。興味ある話とか何でも聞いて。じゃあもっと私の話をするね。先生術を選んだのは特に理由があったわけじゃないの。ただ夜空の星々が綺麗だったから。その後最初の先生に教えてもらったの。大自然には包容する力があって、異なる才能を持つ人にも平等に優しさと公平を与えてくれるって。だからこそ私は助けてくれた親切な人を星空の祝福って呼びたいの。空の星々は人々に幸せをもたらすものだから。故郷のすべては純粋で温かかった。あの記憶はあまりにも美しくて何があっても忘れたくないの。そういう純粋なものを捨ててしまったら知識の海で自分を支えてくれるものがなくなっちゃうって私は思うから。だからどんなに辛くてもあの人たちの期待は裏切らない。だって、うん、あなたが引っ張ってくれてよかった。じゃなきゃどこまで吹き飛ばされてたか見当もつかないよ。星はもうしばらくしたら出てくるかな。星が出るのを待ってるなんてなんだか子供みたいだね。正面から立ち向かう？どうやって？私にそんなことができるのかな。あ、うん、わかった。ペンとメモを持ってきているからちょっとまとめるね。うん、理論的な部分はほぼ完成してるから残りは一人でも整理できるよ。今はまだ一番の鍵になる一次観測が欠けてるの。その結果で論文の結論を裏付ける必要がある。それから論文の答弁の準備だね。
主に心の準備だけど。え、論文を手伝ってくれるの？あの、ありがとう。なんてお礼を言ったらいいか。あなたっていい人だよね。スメールシティにもこんなにいい人がいたなんて。よし、その気持ちを無駄にしないためにも頑張って元気を出さないと。まずは観測の実験だね。計画は数日前から立ててたの。教令館からプラネタリウムも借りたんだよ。でも結局返す日まで毎日ずっと雨で、プラネタリウムと実際の星空を照らし合わせることができなかったんだ。あのプラネタリウムを待ってる人はたくさんいるから、返す期日を延ばすわけにもいかなくて、もう一回借りることもできてないの。だから観測はずっと今まで放置してたんだ。一体どうすれば。うん、あれは高精度の研究用プラネタリウムなの。学院に申請して借りる以外いい方法がなくて。え、冒険者協会？どうして？一理あるね。誰でも冒険者協会に依頼を出せるわけだし、あの人なら何とかしてくれるかも。運試しに行ってみましょう。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。ご用件は何でしょうか？依頼は、なんて言えばいいのかな。そうなの。教令院では機材が不足していて、いつも借りられないから、誰かそんな設備を持っていないかなって。先生術には詳しくありませんので、お探しの機械がどのようなものかは分かりかねます。ですが、依頼人の中に、確か、先生術愛好家の方が一人いらっしゃいました。普段から専門的な機材をコレクションされているとか。彼は冒険者協会の協力に助けられたということで、冒険者たちのお願いであれば可能な限りお手伝いいただけるとのことでした。ですのでご紹介という形になりますが、お役に立てると思います。本当に？どういたしまして。冒険者をサポートするのが私のお仕事ですから。彼の名前はアザム。住所はこちらになります。直接彼を訪ねてみるといいでしょう。こんにちは。アザムさんですか？そうだ。私に何か用か？なるほど。状況は理解した。冒険者の願いなら喜んで手伝おう。ちょうどそんな設備があるから持ってくる。そうです、これです。ありがとうございます。すみません、まだ話の途中なのについ興奮しちゃって。続けてください。君の雰囲気、それに精神状態を見る限り、ルタワヒスト学院の優秀な学生だというのはいささか信じがたい。それは私は普段から星を見ることを趣味にしている。これらの設備は大金と時間をかけて集めてきたものだ。家族のように大事にしている。だからこそ貸すとなるとそう安易には渡せないんだ。機械は精密なものだ。使い方を間違えれば壊れてしまう。それはおっしゃる通りです。どうすれば安心していただけますか？こうしよう。保証金はいらない。その代わり研究内容を私にも共有してくれ。いくつか質問もさせてもらう。君がうまく対応できればこの機会を貸そう。研究内容の共有、それに質疑応答まで。わかった、やってみるよ。
具体的な内容までは言えないんですが、大まかに説明する程度で大丈夫でしょうか。ああ、それでいい。では、占星術師というのは、通常、天体の運行から過去と未来を演算して、その規律をまとめるもの、ということはご存知ですよね。ああ、もちろんだ。最も基礎的な原理だからな。それで、私が今研究しているのは、星の変異という現象なの。面白いな。これは一般人から出てくる概念ではないぞ。言いたいことは大体分かったが、もっと詳しい説明が聞きたい。はい。簡単に言えば、つまり先生で得られる結果には変化の可能性があります。時間が推移するにつれ星も変化しますから、結果がそれに影響されるのは当然です。ですが、一体何が変化を引き起こしているのでしょうか。私はそれを検討すべきだと思ったんです。思うに、ただの自然の法則というわけではないのか。規則的な変化なら法則で説明がつきますが、同じ星でも変化のパターンは様々です。最も簡単な単一の星の軌道変異問題から、少し複雑な2つの軌道モデルまで、さらにはそれが3つ4つとなってくると、その結果には雲泥の差が出ます。今取り組んでいるのは3つの軌道における変異を研究予測することなんです。3つの軌道を君一人でか。ええ、はい。星が一つ増えるだけで演算に必要な作業は10倍以上に増えるんだぞ。確かに複雑にはなりますが、自分なりに模索したコツと大量の星位表や星図の資料をうまく使えばできます。だからこそ高精度のプラネタリウムを借りたいんです。いいだろう。人は見かけによらずだな。課題を出すために適当にやっているのかと思っていたが、私ってそんなにだらしなく見えるんでしょうか。冗談だ、気にしないでくれ。最初は警戒していたが、今はもう全く心配していない。私のコレクションが学者のためになり、意義のある成果を実らせることができるなら、喜んで手伝わせてもらおう。使い終わったら返してくれればいい。ありがとうございます。本当に助かりました。よかった、アサムさんが話しやすい人で。そう、やりたいことをちょっと説明しただけだよ。本当に？そんなこと言われたら嘘でも嬉しいよ。頑張りさえすればどんなに難しい問題も解決できないってことはないんだね。機会があるから記録と比較は楽に進行できるよ。私一人でも大丈夫。次の予定は論文の答弁のシミュレーションだね。知恵の伝道でやってみましょう。やっぱりここの雰囲気が一番だね。声を抑えましょう。他の人の邪魔にならないようにしないと。ちょっと説明するね。答弁をするときはいつも私が論文の内容を共有して、それから下に座ってる指導教員が質問をするの。理論的には論文にある内容の質問なら大体答えられるはず。でも毎回指導教員に見られると緊張しちゃって、話せたことも話せなくなっちゃうんだ。だから人前でちゃんと意見を言えるように練習したいの。うん、さっきので論文の内容について少しだけ理解できたでしょ。適当に質問してくれていいよ。うまくできなくても大丈夫。ちゃんと指導教員からの質問だと思って真面目に答えるから。待って、
できるよ。さっきもできたんだから次も大丈夫のはず。よし。はい、今回の研究の方向性は以前の研究結果に基づいて残り半分の状況の実効性について検討しています。124個のサンプルの結果では正確なものはわずか6割しかありませんでした。法則としてはまだ信憑性に欠けています。3ページ目の付録にある繊維表からサンプルに共通する誤差の特徴がうかがえますが、明らかにその中に変異が大きい星が存在します。つまり3つの軌道の変異の演算法則は星の数の制限だけでなく変異の程度にも関係があるかもしれません。変異の大きな星は先生を読み解く鍵となります。次の研究は多分その臨界点を確認することになるでしょう。回答は以上です。他にはまだありますか？はあ、やっと終わった。もっと練習しないと。いつも慌てちゃって想定外の質問が来ると舌が回らなくなる。本当に？騙してるんじゃないよね？そう言われるとこういう練習も役に立つのかも。最初に答弁した時は手汗がいっぱい出て壇上に立ったまま何も話せなかったから、いつの間にか本当に問題がなくなってたみたい。つまり私は自力で論文を完成できるってこと？よかったよかった。ごめん、興奮しちゃった。でも本当に嬉しいよ。こんなこと初めて、本当に初めてなんだから。なんて言うのかな、嬉しいけどちょっと残念な気持ちもあるの。結局星空の祝福のことはわからないままだから、助けが必要なくなってしまったらもう出てこないのかな。そう思うとちょっと寂しくなるんだ。そんなのあれがまるで道具だったみたいじゃない。機会があれば正体が知りたいの。ちゃんとお礼を言いたい。友達になれたらもっといいなって、多分そんな感情なのかな。何も知らないけど一緒にいるって感じられる。あなたが私を助けてくれたように私もあれを無視しちゃいけない気がするの。だって最初から当たり前の祝福なんてないもの。そうだといいな。今の私に少しでも満足してくれるといいんだけど。そう言われたら急に緊張してきた。ごめん、ちょっとめまいが。私大丈夫、ちょっと気が散っただけ。これが私が借りたかったプラネタリウムだよね。そうだ、私が質問しようとしたところでなんだか君の具合が悪そうになったんだが。ああ、寝不足だからいつもめまいがするの。もう大丈夫よ。なんだか雰囲気が変わったか。では君が取り組んでいる課題を簡単に紹介してくれ。問題ないわ、ざっくり説明するね。占星術師は通常天体の運行から過去と未来を演算する。
これは知ってるよね。実証することは難しいし、過去に対する推測も検証は難しい。だから先生術の研究は大量の経験に基づいて成り立っているの。でも最も複雑な点は、証明された演算でも時間によって星に微妙な変化が生じること。それは聞いたことがある。星の変異というそうだな。そのうち典型的な問題の一つは、軌道が変化する3つの星を同時に考慮して全体の星の変化を予測することよ。三軌道問題というやつか。確かに典型的だが厄介だな。私はこの前一つの予測方法をまとめたの。半数以上の三軌道問題を網羅できるんだけど、制限となる条件がちょっと多くて。この方法は私の指導教員がルタワヒスト学院で実演して、三軌道問題の演算難度を大幅に下げた。ああ、知ってるぞ。当時は先生術愛好家の間でも大きな反響があった。ああ、君が提唱したものだったとは。人は見かけによらずだよ。今回の論文では残りの部分を網羅する一方で、一部の制限となる条件を減らし、もっと汎用性の高い方法にすることを目指したの。なるほどな。君以上にこのプラネタリウムにふさわしい人はいないだろう。私はあくまでコレクションとして所有しているだけだ。君のようにその進化を十分に発揮することはできない。ありがとう。使い終わったらちゃんと返すから。それでは失礼します。次の予定はなんだっけ。ちょっと忘れちゃった。え、どうして。私どこか変。へえ、まあいいや。あの子みたいにわざと慌ててみたんだけど、ごまかせなかったね。確かあの子がつけたあだ名ね。焦燥感が頂点に達するたびに、長期の寝不足が意識の喪失を引き起こす。そこで私の登場ってわけ。ただあの子の睡眠時間にも長短があって、そこは完全に制御できない。わずか数秒でも十分に利用させてもらわないとね。この場所であの子を助けてくれる人はあんまりいないから、自分で助けてあげないといけないの。だから気になってるんだけど、君はなんであの子を助けようとしてくれるの？本当に？よかった。もともとは私がやらなきゃいけないことだったんだ。あの子に激励と自信をたくさんあげたんだね。最後まであと一歩のところまで来たね。もう十分よくできてるよ。ゆっくりやっていきましょう。あの子はこれからどうするって？そう、それは私が手伝っても意味ないもんね。あの子にノートを残してあげるよ。役に立つかも。さあ行きましょう。知恵の伝道で下準備を。後であの子にも伝えてあげてね。今からノートを書くから、気になる質問があったら書きながら答えるよ。マルチタスクは慣れてるから。あ、そうだ、ノートは渡すよう頼んだけど、私の存在は言わないでよ。簡単に言えば、あの子にはコンプレックスがあるから、もしもう一人のレイラの方が全部うまく処理できるって知ったら、あの子は今までの努力が無意味だと思って自暴自棄になっちゃうかもしれない。タフな子だけど、いくら強くたって自分に苦しめられるのは耐えられないわ。あの子がだんだん弱っていったら、いずれ私の存在もなくなっちゃう。そしたら誰もあの子を助けられない。ちょっとずつだけど良くなってきてるんじゃない？君も見てるでしょ、あの子の努力を。私の知識はあの子から来たもの。そして私が見せた能力は、あの子が十分に休んでて
内面も健康だった時の理想的な状態を象徴してるの。教令院のような天才が集まる場所であっても、あの子はとても優秀だって私は思ってる。ただ成長っていうのは少しずつするものだから焦ってもしょうがない。あたたとえどん底に落ちても、あの子は自虐しながら這い上がってくると思うよ。信じて。だってそういう子だから。よし、指導教員が質問しそうな問題は全部書いた。次はあの子を褒めて励ます言葉を書くわ。もちろん署名なしで。約束を忘れないでね。